作詞、作詞ってお家でお任せしか言ってない。編曲。はい。時々キーを変えて私に意地悪をする。いや、意地悪じゃない。トレーニング。トレーニング。いやいや、あの、いろいろ表現力のあるというところを皆さんに聞いていただけたらと。はい、何ですか、ね、でも小原さんって、はい、多分この動画ね見始めた時に、はい、いろんなことをきっと皆さん思ったと思う。小原さん、まあ私は私のイメージ、小原さん小原さんイメージあって、うん、小原さんがどこよりとか訓練会とかするってね、あのなんだっけご自分の音楽会訓練会って弾かないじゃないですか、はい、歌ったりはドキドキするけど、はい、それも私は普通の今までいたクラシックのピアニストの方の常識の中ではご自分が歌われるとかっていうのはあまりなかったことだから、それも新しいこと始めた人だと思うのね。だから今度こんな顔していくとかってちょっと違うピアニスト見られて、がっかりがっかりじゃなくて、あ、おばあさんかわいいとかいろんなことを思われて、あ、神論に悪く感化されてるなって思ってる方もいらっしゃるかもしれません。それはお互い様でございます。お互い様になってます。はい、今日何やりますか。今日は、世代を超えてなんかこう伝わっていくっていうか、そういう曲を取り上げたかったので、はい、ドラえもんの曲どうぜつしよう。あ、なんかいいな、バクドラえもん。そういう真似をしなくてもいいですか、ね、はい。はい、で、ひまわりの約束という曲が、ね、これロングヒットですよね。そうですね、いろんな人がいろんなアレンジで歌っていらっしゃるの、うん、私も聞きましたけど、あと、なんだっけ、のど自慢とかでものすごく人気かなって、水になった、うちの家の隣の僕ちゃんもこれ歌ってる、そうですか、聞こえてくる、だから本当に世の中ですごく愛されている歌だ、うん、あとね、子供さんだけじゃなくて、お父さんやお母さんからもリクエストいただく、うん、そうですよね、あの、このね、時ドラえもんいつだったかな、あの3DCG になったドラえもんって言ってすごく話題になった時の、確かね、これでも悲しいストーリーだったの、あのドラえもんとお別れするっていうね、うんうんうん、あのちょっと大人的な悲しいストーリーだったんだけれど、その時 あの主題歌とかテーマ曲だったんです。私実はこれ鳥取県の倉吉で見たんですよ、一人でみたいな、あのツアーの移動日だったのね。で、倉吉って行かれたことありますか。ありますよ。倉吉の方見てくださってますか。そしたらコメントくださいね。そこあの映画館が入っているところ、ちょっとしたショッピングセンターみたいな、ホテルのすぐそばよく引かしてホテルから歩いて行けたのね、はい、すごい知ってるじゃないですか。そうです、泊まったことありますから、そう大体ね、はい、皆さん泊まるところも大体同じでございますから、大体行くお店とかも、で、私映画ってなかなか東京で改めてこう見に行くことって、うん、意外とね、あのしなくて、でそういう時にちょこちょこって一人でブラッと見に行ったりした時に、あ、ドラえもん話題になっているから 3G でドラえもんってどんなもんかなと思って見てみようと思って一人で見たんですけどね、うん、そういう切なさもこの曲の中に入って、そうなんですよ、すごく、ね、別れ、もう今君をなくす時になって初めて君の優しさとか思いやりとか君の存在の大きさを知ったよっていうね、人間ってね、なくして初めてちょっと質問して、小原さんってなくしてから、はい、あ、僕には必要な人だったとかって、そんな後悔というか気がついたことってありますか。それはの人間の話ですよ、物とかじゃなくて。後悔ばっかりですよ、やっぱり。あの反省、後悔、両方かな。でも一番思ったのは、やっぱり父を亡くした時、うんうん、あの、まあ、要するに僕が音楽家になるのが一番最初の応援ファンだったっていうか、うん、応援者だったからね、だから、うん、で、亡くなってから逆にいつも会場にいるんだなって、うん、なんか、あ、いなくなってからですよね、うん、なんかそういう思いが強くなったので、うん、その時からやっぱり亡くすもの必ずそうなんだなって、あの人間って全部その人間だ、うん、全部持ったまま生きていけないんですよね、うん、何か亡くしたくなくても亡くしてしまうものとか、何かそうやって失いながら生きていかなきゃいけないんだなって、今のこういう時代になると余計 ね、 そ う、 ですね、そういうことを感じて、うん、で、小原さん今回のこの歌も実は小原さんがちょっとこれ歌ってみないって言って、あの課題としてくださって、私が課題じゃないけど課題ですよ、私にとってはもう必死ですから、
で、それを今、今日、まあ、初めて歌うわけだけど、はい、今の時代にこの選曲は、ね、うん、私、素晴らしい歌を選曲してくれたなと思っていますよ。特に今年はね、あのドラえもんの映画、毎年やってるんだけど、うん、今年は春休みの映画が、ね、ダメになってね、うん、今夏にこう、目に通して。みんなそうやってやりくりして、例えば期間が短くなったり、例えば、ね、見れる人の数を少なくしてても、それでも映画も上映しようとか、コンサートだってそれでも上演しようとか、すごく頑張っているんですね。だからもし皆さんがご自分でそうか、それだったらいいなってもし思われた方は、ぜひぜひお運びいただけたら嬉しいなと思います。小原さんの演奏会も少しずつ、はい、頑張ってできるところは再開ね、していらっしゃいますし、まあそういうことですので、はい、じゃあ心を込めて、心を込めて歌います。ひまわりの約束です。Da-da-da.